たける心を殺すことある。今回の動画は茶谷のりおさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。光と影のそのすべてがまやかしだった。ため息の夜にあった君の姿は怖いほど透明で、その全てが真実だった。目に映るもの全て綺麗に見えたなら、全て元に返してやり直せばいい。三谷です。すいません。高木英子でーす。よろしくお願いします。すいません、あの紹介してもらってというか、あのガルフチャンネルというあの。じゃあ多分ねエラとかの関係ちゃいます。ああとか、あともうジョーブロムさんもなんか取材した時に。ありがたいわ、ほんま。で全部出てるんです私の最近可愛がってもらってこうタニアンとか。ダルビッシュ翔君とか、私が西成に投下されてから可愛がってもらってる人にバーえ、何ですか、西成を散歩しながら話聞いてもいいですか。あ、そうしましょう。おいおい、散歩すんな。全員で、ね、何を言ってくれ、あっすいません。いや、じゃあ用事やわ。いや、これ置いといてくれ、言うとるやないかい。え、マッシュさんはどうしよう、年齢とか聞いてもいいんですか。年齢聞いたらダメです、もうみんな分かっとるけどな。年齢隠してんのよ。でも半世紀生きとるから。あ、還暦はまだ。還暦行ってへんわ。あ、行ってないですか。還暦、還暦ってこの学校いたないか。おいおいおい。あ、そうなんですよ、うん、え、じゃあ西成来てからどんぐらい経つんですか。1年半です。あ、まだ1年半ですか。まだ1年半やのに馴染んでますね、じゃあ相当。馴染んでるという次元じゃなくて、はい、もう西成の女王みたいな感じで、はあ、なんかなって。すごい、よく1年半でそこまでのし上がりましたね。そやね、これには全部理由ありますよ、はい。で、ある中で出入り禁止にいっぱいなったり、はい、で、チンコちょん切ってて、淀川。ああ、はい、すごい。私の名言なんですよ。はい、お前のチンコちょん切って淀川沈めとるかいうのが。チンカスみたいな男たちに。あ、そうなんだ。はい。チンカスみたいな男たちにいっぱい抱かれてきたんですか。抱かれてません。あ、抱かれて、または結構緩くないですね。私は、ちょっとこれ何から話したらいいんやろな。あ、もう、今何で生計立ててるんですか。言えましょうか。はい。ありえないんですけど、はい。いや、これ、私、一応ジャズシンガーなんですね。はい。で、まあ、綺麗どころのホテルとか、有名ホテルとかから、はい、で、綺麗どころのドレス着て歌ってた人間やったんですけど、はいはい、まあ、ある中になって、はい、暴れ倒して、はい、毎日毎日。で、そこでいっぱい店を、ええところ切られて、はい、で、現在の生計は、西成、鎌ヶ崎、三角公園の土曜日、日曜日、まあ、今日曜日なんですけど、はい、3時間とか4時間ぐらいで、はい、あの鎌ヶ崎三角公園で、はい、一番、日本でスラム街と言われた、はい、あそこで、はい、ギターの方とギターケースを置いて、で、ファンの方にお金を入れてもらって投げ銭してもらって、ほうほう、それで生活。投げ銭で生きてんすか。すげえ。いやいや、それ奇跡やって言われてるんですよ多分。え、どんぐらい、月収で言うとどんぐらいなんすかそれって。投げ銭でなん、ざっくりでいいですけど。いやいや、もう貯金がめっちゃできてる状態です。ありえないですよ。貯金めっちゃできてる状態。え、貯金できてるんですか。おはようございます。あ、はやー。すごい仲いいみんな。ああ。
西成はもうなんか、パパ、今取材受けてね。へえ。おはよう。すごい、でも、貯金できてるってことは、今、家賃いくらぐらいとかするんですか？家賃は、ほんまにこの西成って、生活保護者がほとんどなんですね。はいはいはい、で、私が今住んでるマンションも、生活保護者のために作られた、実はワンルームマンションなんです。へえ、でもそこは別に誰でも住めるんですか？住めるんですよ。けど、私以外、全員生活保護者です。おじいちゃん、おばあちゃん。じじい。流れついてきた。もうね、いろんな理由あってね。うん。で、まあ、私は、水道代込みで4万8000円です。これが西成アイリン地区の相場なんですよ、ワンルームの。あ、でも。相場。うん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 。で、生活保護者ってさ、家賃4万以上のところは生活保護もらわれへんから、うんうん、もうそういうマンションばっかりや、ここら辺のマンションは。その人たちに作る、のために作られとるから。なるほどね。はい。それで、マンションさんもそこ住んでて。はい、住んでます。そうか、それでもう、土日のライブだけで、一応路上ライブね、それも、鎌ヶ崎三角公園っていうところで、だって、もう、元受刑者、元ヤクザ、現在ヤクザなんだ。あっちゃもう、だからもう、そうやね、私もう、難航沈められかけとんねんから、生意気で。それで、私は今、反対に鎌ヶ崎三角公園から守られるというか、その方たちともやり合ってきたんですよ。いろいろ。傷だらけや、血みどろや。喧嘩ばっかり。とにかく喧嘩ばっかり。みんな酒飲んどるから。なるほどね。まあ、じゃあ、大体それで今分かったんですけど、生まれは大阪なんですか？全然関係ないよ、私さ。どこ？西成で生まれて、西成で育った女って、なんか今、全国から思われとんねんけど、全然関係なくて、ほんまに日本海の福井県小浜市っていうところ、もう猿みたいにして育ったんですよ。海と山だけに囲まれて、なんもない。まあ、でもさ、ちょっと福井とかの言葉は関西寄りなんですか？あ、めっちゃ関西寄りの方なんですよ、小浜って。福井市とはまた全然違って。あ、じゃあ言葉もそんな感じなんですか？もっと口悪いです。なんとかやんけ。なるほどね。やんけ、そうやんけ、悪いみたいな。でも確かにきつい感じを印象受けると聞いたと思いますね、福井の言葉。福井でも一番日本海側の、まあ、その荒波の中で育った女ですから。お父さんとお母さん何してる人だったんですか？まともです。え、ほんまにまともです。サラリーマンみたいな。はい、一応一回絶縁されました。何回か絶縁されてます。何歳の時に？中学、高校。ほうほう。まあ、暴れ倒しとったから、田舎で私も。なんで、突然変異的に不良になっちゃったんですか？違います。不良とかじゃないんですよ。別に。勝手にバイク乗ったりとか。小学生の時とかやな、もうアホやねん。警察わざわざ電話して、抱いてくださいとか、わけわからん電話して捕まったり。それ意味不明。それは単独行動？それとも仲間と？仲間とです。兄弟とかいるんですか？妹がいるんですけれども、はい、もう妹は反面教師で、私の強烈なあれで、を見て育ったから、ほうほう、まあ、暴れ倒しですよ、家でも。なんか自由にならなかったら、ほうほうほう。で、それを見て、妹は育ったから、今、実は東京で子供さんにとって、めっちゃセレブリティになってます。じゃ、幸せに暮らしてるんですね。はい、暮らしてます。仲良しやねんけど、もう、あなたは、出入り禁止です。まあ、私、出入り禁止の女王みたいな感じで、ちょっと、ここで有名になったんですよ。でも、妹からも出入り禁止です。子供に悪影響を与えるという。で、ごめんなさい、暴れ回ってて、高校とか行くんですか？あ、高校普通に行ってましたよ。一応、それは何ですか？学校の先生とか一応、普通に高校行けるぐらいあったんですか？あ、全然ありましたよ。でも、まあ、高校時代からおっさん捕まえて不倫してましたけど、最悪ですよ。高校生からおっさんと不倫してたんですか？はい。それお金もらって？もらってません。あ、恋愛として？はい。何歳と不倫してたんですか？嫁にどんだけ追いかけ回されたか、殺されかけたよ。相手何歳？何回も殺されかけてるんですよ。でも殺されないんですよ。相手何歳ですか？相手はだからもう、私高校だと16とかでしょ？ 28 とかや。ああ、まあ、そっか。じゃあそれぐらいだったらね。かっこよかったんすか？ああ、トラック野郎です、全部。あ、全部？それなんか土地からトラック野郎と出会うような場所なんですか？
そうなんですよ。あ、こっち側行きたいですね。あ、こっち側行きたい、なんか背景的にいいじゃないですか。ああ、はい、あぐらかいてどうかであれする、ゴミ山の前でと聞きましょうよ。もう全然よ。もうそういうだからこの目とかぶってきとんねん。あ、そうなんですか。これファンが作ってくれた。あ、そうなんですね。はい、いやすごいよな、心得変わん、あ、でもちょっとなんかこんなんつきましたね。前去年も来たことあって。あ、ほんまですか。もうちょっとなんか、もうちょっとむき出しだった気がしますね。もうだって、星野リゾートができたでしょ、はいはい、だからもうね、とりあえず綺麗にしなあかん、あれしなあかんっていうので、はい、めっちゃこれで綺麗に、めちゃくちゃ綺麗になったのよ。なあ、まあ、わかる、はい、ここでいいっすよ、ね、おー、ここでいいっすよ。せっかくだし。ここで緊急速報です。第6チャンネルディレクターみたいにカルト宗教入信の疑惑がかけられています。今月1日カルト系ファッションブランド西本イズザマウスの西本氏と結託し MLXL2XL の T シャツを秘密裏に制作していることが明らかになりました。受注生産する予定で7月4日18時から7月18日23時59分まで受け付ける模様です。なんかいるね。布団敷く、布団敷いて。布団敷く。ここでいいっすか。あ、ここでええやん。じゃおっちゃんおるんちゃん、ここ怖いわ。ここなんかたまに潜んどんねん。あ、そうなの。これここ住んでる人おるからな。こうおっちゃん今どっか行っとる。おるよな。お、あれ去年聞いた人かな。マジ。お兄さん、え、去年取材受けたテレビ。あ、テレビじゃないですけどね、これ。ああ、そうやな。まあ、これ、ここはあかんな。まあ、言うたら、人の住居やから。そうか、ここ。マッシュさんは、はい。高校で一応行くんですね。ええー、別に普通に行ってましたよ。不倫しながらね。うん。初めての彼氏は何歳ですか。いや、中学生ですよ。あ、中学生。うん、別に普通に。やること、田舎やから。やることないから、ホテル行くしかないんですよ。はいはいはい。もう何もやることあれへんもん。商店が早く閉まるし、遊ぶところもないし。え、それで高校は卒業するんですか、ちゃんと。するんです、しますよ、もちろん。あ、一応学校では行ってるんですね。あ、行ってるし、めっちゃ勉強もちゃんとしてましたよ。ほんま、ええとこの子なんよ。今、まあ、もう家バレされたら嫌なぐらい、高校の時に東京で就職ちゃんと決まったんですよ。はいはい、親のあれつてみたいなので。はいはい、でも、その時の男、高校で付き合っとった男が、はい、大阪に就職っていうので、はい、もう全部掘って、ついてきたんですよ。そっから私の大阪の人生が始まるんです。あ、駆け落ちみたいで大阪に。ああ、そうです、そうです。ああ、じゃあ、もうそっか、駆け落ちだから、大学とかも行かずに。ああ、全然全然。いや、だから東京の就職先を蹴って、で、何しようかって思った時にもう水商売パー入ったんですよ、すぐに。北新地。ナンバーワンやん、ずっと。あ、マジっすか？はい。だってこの口調やん、ずーっと。社長連中、ド M ばっかりやん。あ、トークで売れたんですか、じゃあ。うん、トークと、あ、ちょっとその時めっちゃ可愛かったんですよ、すみません。ああ。若いから。わかります、わかります。なんか綺麗そう、昔。じゃあ、ほんまほんま。で、口も行くやん。はいはいはい。で、それで北新地ホステスさんのどんぐらいやったんですか ?25 ぐらいまでやっとった。じゃあ7年ぐらいやったんですか。お、やっとった、やっとった。あ、でもなんかモデルとかいろいろそういうのもやりながらやってました。キャバクラが、もう大昔やから、キャバクラが出来出した頃です。ああ、それのナンバーでどんぐらい稼げたんですか、当時で言うと。全部貯金した。何にも使わへん。何にも贅沢もしない。月収どんぐらいあったんですか。全部貯金した。100万ぐらいいくっすか、やっぱ。100万はいかんかったと思う、その当時は。ああ、まあそうか、出来立てだしね。うん、多分。そこまではいってないけど、もう、すべて貯金。うん。どこ堅実なんですね。堅実です。だって堅実な両親の元に生まれとるから、DNA も変えられへんのよ。はあ、うん、うん。そうか、変なことはするけど。あ、だから、アル中になってからおかしなった。いつアル中になっちゃったんですか？だから、それがな。はい。私、まあ、27から、はい。北新地で初めて行ったジャズバーで、ドレス着て歌ってるお姉さんがおって、はい、はい。ほなもう私、うちこれしたいと思って、はい、はい、はい。もうそっからその時当時、すいません、めっちゃ可愛かったんですよ。めっちゃ可愛かったから、もう、歌われへんのに、もう、即仕事バンバン来て。まず、ジャズシンガーになりたいって素人が。そうそうそう。いや、ただ、ピアノの横で歌ってる、ドレス着て歌ってるお姉さんかっこよかった。私、これになりたいって言うただけなんですよ。誰かが鳴らしてくれたんですか、それに。だから、客にミュージシャンたち。ジャズのミュージシャンたちが育ててくれた。あ、知り合いにいたんですか？
知り合いにいい日、あ、いきなり飛び込んだよ。いろいろ教室ってあって、はい、自分で探して、うん、私こうジャズ歌いたいんですけどって飛び込んだんや、うん、んならそこのまあ女性シンガーの先生が、うん、めっちゃ気に入られるんよ、ほんまに。なんか、うん、あ、ね、あんた育てたからいろんなミュージシャン紹介したるわ言うて紹介してもらって、もうすぐやん、仕事こっち来てくれ、あっちこい来てくれ、こんでわっけもわからんのに新地の有名クラブ の、 あの専属ボーカルに選ばれ、まあ、その時はでもちょっとえげつなかったよ、めっちゃ下手くそやったから、うんうん、あのホステスさんにわざと水かけられたりとか、お、でも全然そんなん、えぇー言うとったから、へぇなるほどね。そっからでも仕事取り入れたことないんよ、実は。私もう現場主義なんよ、家で練習するとかそんなじゃなくて、もう現場現場呼ばれて、そこでクレーム来て、クレームの嵐だよ、下手くそやから、うんうん、ただ別品でやったっていう時、ごめん、なんかこれ絶対バーコメントくるんやろ、かっけえかっけえ、別品やったんや、さっきとアルチューになってくるんですか、それが、うん、ちょっとまあ何も知れてきて、うん、こんなすごいジャズシンガーがおると、ちょっと関西ジャズ界のなんていうんやろな、邪道とこんな変わりもんちょっと世に出さなあかんっていうので、スポンサーがついたんですよ。まあそれ言われへんねんけど、うんうん、どこのスポンサーか、谷町的な感じですか、はいはい、うんうん、でそれがまあ有名なラジオ、あの地上波ですね、うんうん、坂田敬子を売り出すために芸能界全体活かすからって言われて、でそこでな、うん、桑田佳祐さん、福山雅治さんの番組の間に無名の坂田敬子っていうあの人間がパーソナリティに入ったんですよ。ほんならそこからのカゴの中の鳥になって、いや、そこまでさ好き勝手に自由に生きてきとるさ人間がいきなりマネージャーついて、ツイッターとか SNS でしょうもないこと言うやつに、お前のチンコちゃんに淀が沈めるぞこれとか、そういう SNS ばっかり流しとったんで、それを全部シャットアウトしてくれと。でそれは何歳の時の出来事なんですか。何歳だ、もう40とかになってるんですよ。あ、もう40になってますよ。そんなんもうみんな知っとる、それはええねんけど、いや、それが10年前やったかな。そっからまあ始まるんですよ、私が地獄、世間から見たら坂田敬子地獄に落ちたな、ああ、もうあかんなあいつっていうのがそっから始まるんですけれども、とにかく SNS を、あ、ブログもとか全部消されました。だから過去の動画を全部チェックされてるんですよ、そこのまあ放送局とか、うんうんうん、いろいろね、その偉いさんとかが、あ、この女ギリギリもあかんで言うて、けどスポンサーさんはまあもうじゃあ全部言うこと聞かせますってなるじゃないですか、うんうん、でそこでもう自分がね好きなように SNS で発信してたものをマネージャーというかを通してでしか発信できなくなったんですよ。ああ、もうほんでこの言葉ダメですとか、うん、あれ全然自分の表現できんよと思って、うんうん、そっからね酒に逃げてしまって、うん、もうおかしなって、ま、え、どんぐらい飲んでたんですか。まあ朝から焼酎25度、別に一気とか、もういやいや一気とかで、もうほんで、でまたベロベロになってマネージャー通さずに発信してしまったりするんですよ、酔うから。まあね、そのマネージャー結局精神病みたいになって、あの間に挟まれて、あの今止めろ言うたやろって上から言われるでしょ、で私は暴れるでしょ、うん、酒飲んで、うん、あ、分かれへんから話も通さずに、うん、でそのまあマネージャーがもうすいませんけど、もう気力も体力も持ちませんって、坂田もうあなたの一番のファンやけどもうごめんなさいって言って、まあ去っていかれました。今仲良しですけどね。うんうん、全然全然。みんな仲良しやね、結局。うん、いろいろ。で、当時去っていって。え、その時東京に住んでるんですか？大阪。じゃあ、全部大阪です、活動は。まあツアーとかで東京とかも全部行ってましたけど、で、まあピアノの上乗ったりして歌ってて、破天荒な人間やいて、東京でもね、六本木とか、レギュラーの店あったんですけど、3ヶ月でお客さんが飽きました。とりあえずジャズ界の破天荒やったんですよ。ほうほう、暴れん坊。ピアノの上に転がって、それはオッケーな店やったから、でもそれももうやっぱり東京の方って分からへんねんけど、3ヶ月でもう飽きました、言うて。まあ結局もうお客がもういつも満席やったのが、閑古鳥みたいになって、首切られましたけど、そこは。なるほどね。うん。で、その、もう酒は飲みまくる。飲みまくりますよ。マネージャー辞めちゃう。はい。んで、最後やらかしたのが、その、
ここのラジオ出てたら、もう今から行こうって言ってた時に、そのスポンサーさんから、それも行く前に酒飲んでしまってたんですよ。でも電車の中で寝て遅刻したり、で、それが一番、うん、そう、もう一番あかんかった。もう最後やらかしてしまって、もう、堪忍袋を切り張って、まあそのスポンサーさんが、もう参らんと。で、まあそのスポンサーさんのちょっと会社で、どうしようと思って、もうお前、二度とわしの前に現れるなまでなって、で、いや、もう私諦めへん人間やから、もう絶対謝りたいと思って、出てくるまで、もう一ヶ月でもなんぼでも待っとったろうと思って、ずーっと土下座しながら待ってたんですよ。いやいや、もうほんまに申し訳ないことしたと思って。だもう結局、従業員の方が、本当にお帰りくださいと。無理ですと。もうあなた本当無理って言ってるんで、ほんま帰ってくださいって言って、まあそこで泣く泣く諦めて、そっからまたアルチのドツボにはまって、それがきっかけやったんですよ。えげつないアルチューになったのが。あ、そっか。まだその、活動してる頃は、まあ。まあ、ずっと活動はしてんねん。うんうん。あ、そっかそっかそっか。ちなみに芸能事務所に入ってたんですか、一応。入ってません。個人です。個人で、それを、強大な個人スポンサーがついてたってこと？個人ってこと？そうですよ。その後もスポンサーめっちゃつくんですよ。スポンサーは。うん、うん。で、そのスポンサーはまあ、一番強烈なスポンサーはこの前コロナで亡くなって、で、それと同時に、旦那さんから、ごめんなさい、私もうほんまにね、まあ、家では、旦那さんおったんですよ。隠しとったけど。結婚したんですか ?27 ぐらいの時やね。それが。おうん。で、もう仏さんみたいな旦那さんですよ。仏や。こんな、破天荒とね。破天荒、うん。で、もう人様にご迷惑をおかけしない以外は、もうどこをツアー行っても慣れしてもええから、言うて、で、帰る場所はここやからってずっと、まあ、言うてくれてて、旦那までおかしなったんよ。ノイローゼみたいに。え？ああ、だからもう、我慢してくれとったやろな、22年間。ああ、私はな、うん、大丈夫ですよ、って。それが西成に私が、投下された、いやもう、すべて、天っていうか、神が仕組んでくれたんやなって、だから三谷さんと会えたんですよ。いや、ほんまなんですよ。旦那、もう無理、離婚してくれと。もう、うん。で、私はもう旦那のことほんまもう宇宙一愛しとったから、うん、あ、もう全然もう望むんやったら離婚する言うて、ほんでうち、まあ、その時とっとどうしたんおっさん、え、はい、どうしたん、かわいい、なんだふーってなんやねんそれ。おいお前妻とんどるやないかい。おとなししとってくれや、今静愛やねん。分かった、うん、だから顔近い、 お前と中世へんから。うぅ、ん、おい、ほんなら100万円、100億円持ってこい。もうできたらちょろんとだけバーッと当たるわ。何チンポ触っとんねん、ちょっとほんまもう。ちょっとだけ離れといてくれ。なあ、分かっとるから、ちょっと離れといてくれ。おめえ触らっとるやないか、早よ。な。何歳ですか、お父さん。話にならへんから、全員酔っ払っとるから。だから、ちょっと、お前、おとなししとってくれよ。そこで。ああ、こういう。ええから。いいっすね。はい。まず、恵子さんは、その旦那さんとじゃあ、27歳で結婚して、はい、でもそこ忙しいから、お子さんとかはいないんですか？ああ、いないんですよ。ああ、そうそう。でも、めっちゃが妊活とかもしてて、子供ができひん体やったんですよ。うん、うんうんうん。まあ、旦那さんには元奥さんのお子さんがいる。それとも、仲良し、うんうんうん。私はもう全ての人間と仲良しやから。うんうん、だからいいんですよ。私の子供おらんでも別にね。そんなんは。うんうんうん、そんなんはどうでもええよ。私今、鎌ヶ崎三角公園でこの今のおっさんもおったやん。うん、全員私の子供や思うとるから。いやいや、ほんまそうなんですよ。いいですね、うん。それでもう、愛おしいよ、この流れついてきたこのおっさんら。理由はあってな。うん、うん。で、それで、何歳で離婚したことになったんですか？私が、鎌ヶ崎三角公園、西成に、で、一人暮らしし始めた時です。もう、どこ住もうかな思った時に、もう西成しかないと思ってて、それまで旦那さんちょっと真面目な、転勤族やったから、ずっとツアーで私大阪に来てたんですよ。西成に。あ、西成、ツアーでね。で、その時めっちゃスポンサーおって、泊まるところ、めっちゃ高級ホテルやろとかね。泊まれ言うて、いつも何万ももらっとったんですよ、ツアーの時に。けど私は、まあ性格上なんかこのアイリン地区、うんうん、西成のドヤが好きで、安心するんよ、ドヤに泊まっとったら、こんなおっちゃんらな、おって、で、おっちゃんらおはよう言うて、
言えることがなんか喜びになってて、ツアーで。でも、うん。で、旦那から離婚言われた時に、どこに住もうかなってなった時に、西成アイリン地区しかないわと思って、で、まあ、いろいろ、いろんな店舗の人に可愛がってもらっとったから。あ、しょっちゅう来てたんすか、その前に。あ、だから、あの、ほら、ツアーで、うん。ほんなら、もうみんなにやっぱり可愛がってもらったんよ。ほんなら、お前の住むところどこでも探すわ言って、まあ今のね、一番、アイリン地区の中心街の、うん、まあちゃんとオートロックついてる生活保護者の人のために作られたマンションに、もう何にも持たずにですよ。まあコロナもあって、もうそこで。ほんなら、もうね、全部冷蔵庫やなんやら、ファンの人が全部買ってくれて、用意してくれて、へー、お前が西成に住む言うて、一人でこんなになってて、もうめっちゃありがたいですよ。で、そっから生活どないしていこうってなって、でも旦那は急に離婚言うたから、言われたから、もう全部毎月ちゃんとお金送るからって言われたけど、もう頼りたくなかったんよ。なんか、もう女一匹でやっていこうって、その時もう決めて、ほんなら、言ったらコロナで仕事もなくなっとる、ちょうどその時1年半前なんですよ。どないしよう。ほんで、私、旦那さんと、スポンサーが死んだんよ、ほんまに。多分、そのおっさんに言ったら、全然、豊かな生活できとったんやけど、うん、まあ、これも良かったよ、その時。私のために亡くなったんちゃうかなって、思うぐらい、タイミングが。お前一人で、路上ライブしてみって、多分、みんなが教えてくれた、やって、まあ、今、結果的にね、思ってるんやけれども、旦那さんにも頼らない。ほんなら収入源どないしようって思った時に、ミュージシャン仲間が、もう私、まあまあ言ったら綺麗とこのデーやから、路上ライブってしたことないんです。なかったんですよ。ほんまに、普通やったら路上ライブとかってさ、10代、20代がする、40代のババアがさ、路上ライブとか今からなる。もうすっごいもうその時もプライドがあって、なんで私が路上ライブ、な、無理ってなって、でも、ある日も決意決めようと思って、西成の街歩きながら、もうええわ、思って、鎌ヶ崎三角公園で、ギターの人を、もう女一匹で投げ銭してくださいって、お金入れてくださいっていうやつですやんか。そんなもん最初ね、今となれば、まあ、いろんな YouTube 載ってるからわかるけど、お前らプラプラいだろ、早くれ言うてよ。なんぼ持ってきとるんじゃって、今、こんな人間なっとんねんけど、うん、その頃は、私の歌でちょっとでも、感動したら、1円でもいいから、そういうことももう言われんかったんよ。ギタリストに言うてもらっとったんよ。ぐらいの人間やったんですよ。その、1年ちょ半前まで。まあ、でも慣れないとね、確かに。もう、いやいや、もう考えられんかった。いや、もう、路上で私が歌ってるっていうのも、もうすごい言えて、で、もうジャズ、業界の人らからとかはさ、もう噂全部入ってくるよ。坂田恵子ちたなーって、西成に住み出したぞ、言って、うん、旦那にポイされて。それも一番柄の悪い、鎌ヶ崎三角公園で、歌い出したぞ、言って。もう、ルンペンっていうか、と一緒やんけみたいな、もう耳にめっちゃ入ってくるんやけど、あかん、負けたらあかんと思って、これ私のなんかスタートやわと思って。もうその時はもう何も分かれへんよ。もうとにかく歌って生活費稼がなあかんっていうのがあったから。あ、うん、ちなみにその頃、始めた頃には、はい、ちょっとそのアル中みたいなのは収まってきたんですか？収まってないです。まだ飲んでる？はい。そっか、まあね。で、鎌ヶ崎三角公園。それで、まあ今1年半ぐらいなんですけど、うんうん、めっちゃ生意気なんです、私。その、酒飲んだら、酒入ったらめっちゃ態度でかなるし、うんうんうん、で、まあ、誰の島で歌っとんねんやって、こととかも、あ、まあまあ、いろいろあるんですよ、その、もう、うんうん、ややこしい人たちいっぱいおって、うんうん、知らねえ誰の島ってお前の島かい、怖えやろかいって、なんも歴史を分からへんかったから、それでこんな生意気なやつが、鎌ヶ崎三角公園って、すっごい歴史があるところで、うん、こんなよそもんが、はい、突然入ってきて、歌うっていうことが、もうありえない世界やったんですよ。うちは分かれへんかって。うん、うん。なら、一年間戦いですよ。もう、まあ、今もそうやけど、これは、こういうのとかは、いやいや、こんなんも全部そうやけど、これはもう、喧嘩ばっかりやから、正義感強いから、喧嘩しとったら止めるわけ。うん。で、まあ、ファン同士の喧嘩とかもある、みんな酒入っとるから。うん、でも、一番今思うことは、さっき、三谷さん、ちょっと、見てくれたかな、う
鎌ヶ崎三角公園って守ってる方たちがいるんですよ。うんうん、まあ、喧嘩が起こったら止めに行くとか。うんうん、その方たちの団体にめっちゃ嫌われてたんですよ。うんうん、こんな名前どこの馬の骨かわからん女がいきなり来て歌って偉そうにして、ほんで喧嘩ばっかりする。喧嘩ばっかりって止めるんやけどな。うん、やるよ。うち弱いもんと女性にはやらへんよ。うん。うん、うん。うん、でも、ほんま喧嘩ばっかり起こるから、うん、それを止めに入って私が投げられたりとか、うん、まあそれ今もたまにあるんですけど、あそこの方々とも、喧嘩しまくって、うん、今一番可愛がられているんですよ。ああ、もう逆に長くなってたんですね。もう、こんな女おらんって、このこいつの根性は普通ちゃうって言って、で酒飲まんかったらお前はめっちゃええ人間やって、俺らが守ったるわって。ほんで、どんなまま、まピーピーあるからもうややこざやら、そんなばっかりやん。自分の射程でもこんな強烈なやつおらんわって言われたこともあるし、ちょっと神戸から車来て、ちょっと難航を連れて行かれかけたこともあるんですよ。え、ありますよ。拉致されかけたってこと？あ、はい。いや、もう暴れすぎてというか、もう、この女普通ちゃうからもう、とりあえず沈めとかなあかんやろぐらいの。え、それ車まで乗ったってことですか？乗りません。あ、それに乗る手前。で、戦い、もう。戦いじゃないですよ。私ね、違う。絶対仲良くなる。これが、今、ほんまに全ての人と、この女どうにかしなあかんって、ああ、これやったろかっていう、まあ、いろんな人間と、必ず仲、誰よりも仲良くなるんですよ。まあ、もうこれ私の性格や。ほんで、ほんならもう今全員応援してくれてる。もうお前ちょっと根性ちゃうわ、いて。応援、お前のこと全力で応援するわって。今、だから私、鎌ヶ崎三角公園で、ああやって可愛がってもらってるんですよ。やっと自分の、なんていうかな、位置というか、西成で見つけたんですよ。みんなが言う、落ちたっていう西成で、私は、自分の、はい、見つけました。だから東京、三谷さんも来てくれたけどさ、はい、ほんま東京のテレビ局とかも、まあまあ YouTube の影響が多いんですよ。西成の取り上げてる YouTuber って、まあまあジョーブログ、まあ一番有名なところは。うん、で、ジョーブログのジョーがもう何やこの女って気に入ってくれて、うん、動画出してくれて、一緒にコラボしてくれて、うん、その人が、まあこんな強烈な女おらんって言ってピックアップしてくれて YouTube に上げてくれて、うん、で、あとはダルビッシュ有さんのね、あのメジャーリーガーの弟さんのダルビッシュ翔くんも上げてくれて、そっからガコッカーイってきたんですよ。いや、ほんまに、うん、私っていう逸材はこんな動物的な、見つけてくれて、可愛がってくれて、それはでも西成なんですよ。私が西成におらんかったら、西成でまあ、言ったら暴れ倒してなかったら、全然ピックアップしてくれへん。そんな出会うこともなかった。はあ、なるほどね。はい。今土日行ったら、はい、あの、マシューさんの、ケイコさんの歌が聞けるんですか？はい、聞けます。へぇ、何て言われるんですか？もう通常1時半から4時半とか、でももう出待ちがもうほんま11時とかからずーっと待ってる子たちもおるわけ。で、私もこのまんまやからみんなもうちょっと私の動画見てくれたらわかるんですけど、YouTube で坂田恵子でグーテクで。もう普通ちゃうから、もう誰とでも、なんやろな、普通の女ちゃうわ、多分。で、それでなんでこんなに自由に、なんでこんなに怖いもの知らずに行けるんですかと。それかで全国のな一番多いのがリストカットしてる女の子たちや。ああ、なんかもうこの人のもう坂田恵子さんに会いたいと、うんうん、それで湧いてきてるんよ。あとは自殺願望者、うんうん、生きようと思いましたと、へえ言うて、であとはほんまに元犯罪者、うんうん、もう絶対刑務所に行きませんと、恵子さんに誓いますと、応援歌歌ってください。あ、私ほんまにこのそういう子たちのために旦那さんに掘られて、うんうん、で、アル中になって、すべてプラスやったんですよ。もう最高や、アル中最高や。これですね、アル中になってね、一応こんな最終的に幸せそうにね。今が、うん、人生って最高なんですよ。うんうん、だから、ほんまに、すべては、いや、もうそういう生き方はしてたんですよ。すべて自分の最悪なことは、人生で起こって、人に見せ、なんか最悪なことを全部プラスにしていこうと思ってずっと生きてきとるんで、アル中さえも生かせたなって、うん、周りの愛もありましたよ。だから、うんうん、ほんまに。でも根本は多分私が、うん、根本はな、妖精みたいな、な、純粋な人間やねんからやね。うるせえなお前。うるせえな。あ、言った方がいいかな。あ、いやいや、ほんまそうやねんな。
でもね、結局そうやねん、うん、あ、声でかい、ね、みんなあの楽しいから寄ってくるんですよ、うん、楽しいし、いやほんまそう、アル中やのにこれみたいな、こんな愛される人間おるんだよ、うんうん、そうですよ、うん、まあ、みんな好きになってくれたら止めてくれるしね、うん、いやし、で、かん、もう感謝毎日しとるし、もうありがとうしかないし、うんうん、じゃ一応マシにはなったんすか、こっち来てから、めっちゃコントロールができるようになったんですよ。で今日もさ、うんうん、うちいつも今までやったらもう普通に酒飲んで来てるんですよ、うんうん、ありえへんね、この取材とかも、うんうん、もうね、周りが、うん、三谷さんのね、あの動画載ってて、私をこうやって有名にしていくて、来てくれたエラちゃんやら、うん、他の人とか方からメッセージが来て、絶対にこの取材、お前絶対酒飲んで行ってくれるなよって、お願いするなってもうめっちゃメール昨日から入っとって。へえ、あ、そうだよね、優しいですね、みんなね。そう。あ、そう、良さを知ってもらえるためには、そう。よくないですもんね。で、それがもう、いや、もう愛やねん。な、その、もう、うん、ちゃんと。はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。それ普通やから。へ、あ、じゃあちょっとその今日この後またなんだっけな、うん、ね、1時ぐらいからちょっと別の予定があって、はい、3時でまた別の取材があって、はいはい、4時半までやってるんですか。いやでもそう、いや俺言われておりますよ。おい射程、いや要はあの、おい射程がずっと見とるわ。おいお前変わらしいな、間からのさ、おい見守っとったんか、鼻毛出しながら。いや最後その歌取りに行こうかなと。え、マジっすか。いやー、取りに行ってほしいです。いや、ちょっと頑張って、4時。いや、いいや、車で待っときます。私マジですか。はいはい、じゃあ4時半には絶対着くんです。あー、全然 OK です。はい、わかりました。ちょっと移動します。はい、あ、結婚までどんぐらい、どういう恋愛してたんですか。だからヤクザとマフィアとしか付き合っていい。マフィアとヤクザと何が違う。それを転がしとったんや。へえ。いや、ほんまに私何者なんやろな、ちょっとよう分からへん。みんな金持ちですか。ヤクザマフィアとか金持ちでしたね。まあ、そうっすよね、はい、だって悪いことして金稼いでるんですもんね。多分そうですよね。へえ、なんでそんな人たちがボッコボコに、それにもボッコボコに何回もやられてて、あ、顔面やっぱ殴ってくるんですか、ヤクザって。やっぱいや、変貌するに多分私が殴られる癖があるんやと思う。今でもだからやられますやんか、口がいくからもう手に負われへんのよ、口がいくから。あ、でそれであの殴っちゃうんだ男性は。ボッコボコやん、もう。もう、顔面はもう、達吉の、あれよりえげつないですね、と。それでも、やれ、引けー言うとだからな。いや、これーそう、その気の強さは誰に似た。わからないんですよ、それ。母親なんか昭和の良き時代の着物着てるような女性やのに。あ、寡黙なね。そう。だから、わかれへん、知らん。もう何の DNA なんか。ちょっと動物園前ですよ、でも。そうそうそう、まあ。おじいちゃんとおばあちゃん似たとか。ああ、えげつなかったね。あ、ちょっとそれ。おばあや。おばあ。ごめん。おばあ似てんすか、ちょっと。おばあ、威力づいとった。一人のおばあ、威力づいとったし、もう一人のおばあは、もう包丁持って追いかけ、ま、変な男追いかけ回すようなばばあやから。だから、おばあちゃんの血引いとんのよ、どっちも。あ、両方のね。いや、逆によくそのおばあちゃんの子供として、そんななんか、まともなご両親ができましたね。そう。ああ。すごい人気。そうやね。一番死ぬなと思った瞬間あるんですか。一番何死にそうになった瞬間って。いやだからボコボコにやられるとき。どれぐらいボコボコされるんですか。あの普通じゃないですよ、尋常で。だからボクシングの試合の一番ボコボコにされて死にかけた人ぐらいのボコボコですよ。へー、それ10代、ま、10代です。はー、相手ヤクザだ。ヤクザ、ヤクザだ、ヤクザ、うん、やすごいな、ヤクザ。ヤクザでもまあまあ上のヤクザ、シャーもない。その時、私ね、人に頼るとか、はあはあ、親に頼るとか一度も人生でなかったんですよ。あ、できなかったですか。分からん、性格が。それを初めて、はあ、殺される思って、はあはあ、初めて親に電話して、はあ、あかん、もう殺される、ごめんなさい、はあはあ、もうあかん、今でも泣けてくるわ、あ、もうごめんなって、もうやられるって言って。はあ、あ、ちょっとでもそういうような気分に落ちた時もあるんですね。じゃあ一度だけです。はあ、それ以外私多分その19やったかな、それ以外誰にも相談とかも何もせえへんし、人生の誰にも助けても言う、助けてとか言う言葉嫌いやねん。はあ、なるほどね。あ、こっち渡ろ。あ、もうさ、あ、了解します。そうなんだ、すごいな。そこが分かりやすい。壁中どっちかや、ね、じゃあまた後ほど。あ、大丈夫です。3番出口やな。はいはい、あ、ありがとうございます。すいません、送ってもらっちゃってお前の顔面よ、暑いね。
あの子は何もなくて、それだって楽しくてやったよ。メロディー泣きながら、君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで。あの歌が心から聞こえてるよ。あなたの歌はな、聞こえてるから。ありがとう、まずやくん。ありがとう。はい。やだよ、どれ。今度やから。まあ、あれも飛べたらいいんだ。すごい。だからあれも届かないじゃん、もんなもん、二条さんじゃん。ああ、ちょっとディレクター、おいおい、誰のことだろ、おい、お前、これお前、やらかしたんだよ、これあ、さあ、すいません。あ、全然取ってくれていいぞ、取る。おもろい。お前な、お前、みんなにこうやってやられてるから、分かっとるやないかい。やらんか、やったぞ、これ。お喧嘩受けるか。喧嘩なんかおるわけないやろべ。何がおもろいやお前。コングラチュレーション。お前みんなにやられて。そろわけましたや。お前らおとなしくしとけや。あんなもんな、言いあげんな。おいおれ。お前 NHK 出てるよって、お前調子なのか。俺ちゃんは双子の男。黙れよ。仲良しなんで。あ、いいっすね。よーし、よし、よし、よし。あれ、お茶、お茶や。お前、チューしたろか、おい。ええって言うお前、チューしたろか、これ。姉さん。あ、いつもこんなんです。あ、いつもこんなんなんで。あ、これが鎌ヶ崎三角帯です。あ、いいっすね。あ、こういうじじい面倒見れるの、私しかいません。おもろい。なんか、一曲、一番いいやつ、自信あるやつ。いや、一番いいやつ。ほら、お客さん映ない方がいいかな。めっちゃ人気な YouTube に映っていい人。で、あかんやつを待ってくれ。あかんやつ手上げろ。おい、あかんやつ手上げろ。女おらんのやな。お前ら全員 OK やな。OK か。おい、こら。さんで、ちょっとお客さんいるなみたいなとこ、まあ、頑張るよ。とりあえず、外録登録してくれ。はい。生きてる、生きてる、そのうつつだけがお前らこのやつ、生きることはさ、さらの流れは時をおいで越えていく、おいでこっち、時は流れ行き、人を越えてく、ここへ、遥か昔に誰かが見た夢、お前たちやろうね、明日に向かうやろかな、サマー夜昼と夜のストーリー、命つないで朝もやにけむほとりに佇みながら耳を澄まし聞くのは生きてる、鳩やばい、生きてるつつだけがここにあるんだ、あの心にあるんや、いけることはさ、さらさらさら
れわかるか。わかる。サンサーラって輪廻転生なんや。毎日な、自分の命変わるんや。私のアルチューで毎日死んでるわ。けどな、その度にアルチューから立ち上がった時に、なほぼ輪廻転生しとるんや毎日。お前らもどんな悩みがあっても、どんな苦しいことがあっても、そっから自分が立ち上がったら、みんな伝承するんや。それがサンサーラっていうことやね。サビきます。わかるか？わかる。それを決めるの、若の心や。わかるこれ。わかるやろ。だからやられちゃうよ。ありがとう。こっちやからやられちゃうよ。生きて、生きて。かっこいいね。素晴らしい、うん、見れてよかったっす。いや、来てくれてありがとう。あの、いや、これが、あの、ほんまに、人と生きてるっていうか、人が生きてる。で、人と生きてるっていうことを、西なる鎌ヶ崎三角公園教えてくれるんですよ。ブラジャーが見えすぎてもちょっと。ブラジャーが見えてもどうでもいい。そうなんだ。こうやったらええ。なんでもええや、俺が一人言うことや。ディレクター、ありがとう。すごい。